今日の作業の最後、2231から34行を解説します。非常に難解な文が続きます。子規は小室を著にし、しかして水火は、水火小平通隠す。意味不明でしょう。大が器物になり、しかして天地虚実合住す。地は地上一円海を中央に点し、器を置かせ小を載す。まあ言語らしい文です。まあここまで煮詰まったんですよね、文が。で、太陽の貢献はということですね。四季ですからね。天文現象や気象現象よりも顕著な現象であるというのは、まあ、我々に身近だということですよね。身近に現れている。まあ、太陽のような恒星ならいくつでもあるよというような話ではありません。それは遠いところにあるんですよね。しかして水火小平通隠す。これ水と火の対で、火は照らすでしょう。だから地上においては火は闇を照らすということは通じるんですよ。照らすことでその暗闇が見えますのでね、通じている。水はその中にあるものを覆い隠して見えなくしているですよね。深いところで魚が泳いでいても見えない。それは隔つ、つまりまあ隠している、覆っている、覆うことで隔てられている。深いところのその魚の動きとか、まあ水生動物は、まあ今は水中カメラで見えますけどもね、昔はそういうものはなかったので、これがまあ水火で対になって、その性格が対になっていますよと。で、大は器物になり、あるいは器物よりなりでもいいかもしれません。まあ器と物が太陽を作っている。地球環境世界の形態は非物質と物質からできている。しかして虚実合住である。天地は虚実合住。天が虚、地が実。そして、天球とか青空というのは変わりませんよね。何千年経っても変わりません。そのことを、そういう普遍性を合と言ったんですよね。一定の軌道をめぐり、青空は青空、夜空は夜空、変わらない。これを合と言ったんですね。で、十がこの地球の、私の訳では、地球大地は結実しており、その動きは、風や水の動きのように自由である。これが天地虚実で、こう地実なんですよね。天虚地実と書いてくれればよかったんですけど、天地虚実合住。天球のように一定の軌道を巡るんじゃなくて十である。まあ風そよぎ、大気の循環にしても十なんですよね。柔らかいと。草木が、まあ、揺れるとかね、そういうことは天球ではありえないですからね。だからまあ風や水の動きのように自由であるというのが十なんですよ。まあ、鳥が飛んだり、まあ、蝶々がいい例ですね。ひらひらと動いてたりするのが十ですね。面白いでしょう。天体望遠鏡で宇宙の遥か彼方を見たら、星がひらひらと泳いでたなんてことはないんですよね。ありえない。で、地球は一つの海上で、地上は一円海中央に天使ってこと。地球は一つの球状の塊として、天球の中心に存在し、大気を浮かし、常に木を
おかしい。まあ気象、まあ大気でいいですよね。大気をおかし、象を乗すっていうのはその天球を乗せている。だから天球を見かけの運動だというような考え方はしないんですよ。見かけじゃないんですよ。大気の中での光の、なんていうのかな、光の、まあ揺れですよね。だから一定の距離に見えるんですよ、大気の中で。等距離に見えるのは大気の厚さが均一だから。ただし星がやたら遠くに見えるのがなぜなのかはまだ分かってないと思いますね。大気の厚さはせいぜい10キロですから、10キロというとまあ大した距離じゃないんですよね。しかし遠くに見えるんですよ。それが不思議で、実はこういうところが見かけとは言えないところなんです。つまりそのようにデザインされている、インテリジェントデザインという発想がありますけど、バイエン流に言いますと、その神は甲府の意匠なり、甲府だから巧みな織姫ですよね、が織っているということは、インテリジェントデザイナーが遠くに見えるようにしていますよということです。で、英文はまあこの通りでお読みくださいませ。これでここはね、ちょっとネイティブの人と相談しながらね、英文として分かりやすいようにしておいて、どんな意味かと尋ねられたらこんな意味ですよと答えられるようにして、それに対して図を示してあげるのがいいんですよ。そしたら英語版言語は多分10年もあればきれいなものができますよね。それからこの地球についてですね、最近では非常に特異な存在だということが分かってきてですね、地球は特異な存在である、どうも特異な存在であるらしい。で、この辺はこれをご覧ください。地球ほど特異な存在はない、地球は一つの特異点に存在しているのではないか。としたらやっぱりインテリジェントデザイナーがそこに置いたんですよね。で、これはまたこれも京都大学広報誌ですね、授業にせに面白い学問、これからはこんなふうに面白くやっていかないといけませんね。それで水というのはもうとにかく不思議な物質でですね、特異も特異でね、これが宇宙広しといえども、水を持ったこれほど豊かに水を持った星があるかというと、ちょっとないんじゃないかなと思います。特異点、そういう特異点に存在しているのではないかと。バイエンの発想ではそうなってるんですよ。それはどうしてかというと、この地球環境のモデリングの中のここなんですよね。これが、ここは地球なんですよね。で、水火でしょ、水。ここは太陽中心の高熱圏と地球中心の水圏のことじゃなくて、まあ水火としたんですよね。地球中心の水圏と太陽中心の光の圏なら火液としないといけないんですけど、水火にしている。で、これはやっぱり非常に特異な存在としての地球環境ですね。で、それがこういう宇宙空間に、まあ特異点の中にあると考えるとね、ここを垂下にしたのはやっぱりすごいなと思います。こういうところからね、だいぶ言語の世界にこういう、なんて言うんですか、まあインターネットのいろんな画像がね、画像を使って説明ができだしたんですよ。これが文字だけの時代はね、こうはいかなかったんですよ。分かってても説明が難しい、説明しても理解してもらえない。しかしそこはやっぱり画像、映像の力を借りると、やっぱり分かりやすくなりますね。この辺はディープ L の指摘に従って書き直したんですよね。で、これを日本語にしますと、ちょっとこう文意が変わるんですけど、
面白いのがこの「のせる」ですね。書を載せる、浮かせると載せるがね、キャリーになってるんです。これいいなと思ってですね。The earth exists in the center of the celestial sphere like a single ball and carries meteorological and astronomical phenomena。 キャリーっていいでしょ。天空もね、気象現象、天文現象も気象現象も乗せている、キャリーしてるんだって、地球が。この表現いいなと思って、やっぱり英語にすると分かりやすくなりますよね。これ2つにね、書き分けたんですけど、そしたらグラマリーがね、そんなの面倒くさいって言うんですよね。なんかややこしい文だって指摘が出てね、それでこれを一語にしたらね、キャリーになったんですよ。面白いですね。これでいいんじゃないですか、英語訳。ではこれで終わります。